場所旧館長図、個人像場所は難品派の作品でしばしば見られる、モチーフ。旧館長のポーズは、伊藤若冲の録音時代書院障壁画の、場所初取り図ふすまいにおける初取りと同じ。林園、清卒年不詳は、江戸時代中期の絵師。縄新、また新字は日新、号は縁の他に、昇令、半領道、筆飛将軍など、通称を、秋像、 グラ、大阪の人、幼少よりがお好み、長じて池大河の皇帝、福原御竹に支持する。この時の同門、黒田綾山が言うとなる。東東洋や木村県阿蘇道、これ秋集計などと交友。安永二年から四年間、これ秋に壊れて、京都商国寺にある、加野高信の将兵が修復に携わり、寺院に収蔵される名画を実験し研究。また、 堺の豪商の収蔵する中国民のがを臨もして画業を研鑽大阪道頓堀幸橋付近に今を構え、筆飛将軍と自称し、唐菓子として活躍。縁という聞き慣れぬ言葉は千人の巨匠を意味し、俗千人や千和賀府など絵と関わりある中国書物に出展が求められ、縁の中国志向が伺える。しかし、 40歳未満で溶接。一説に、縁は、その一生をほとんど事故の検算に費やし、中国の風物に接しようと渡航を願い出るが、許されず、遂には噴死したとも言われる。山水は大胆で自由な筆遣いで、中国風に描き、花長が、人物図は、陳南品の影響から緻密で濃密な色彩を特徴とし、美人画を得意とした。 岡本豊彦によると、縁は、泉国の豪華にある、秋代絵画に学び、着色の美人画は、あだえに、僕画の人物画は、長平山に似ていると評している。東東洋のことでは、安永2年頃、縁は30歳ほどで、西北の使い方を学んだという。伏見桃山神経図だ山水図中国人物図、林陵園、老園とも、少年は、 漢方2年から漢縁2年の間、卒年は、安永9年から天命7年までと推定される。諸賀人本雑誌、第2巻第4号、エンタケツルズ吹き略伝より、AB 堺市博物館編集、発行、堺市博物館有品図録、第2週2001年3月31日、第45、50図。大林明夫。 小池局高前伝ギャラリー小林、1989年9月、ピアニッシモ28,198。ありがとうございます。